CMOS.CMOS, CMOS, コンプリメンタリー MOS, 双方型 MOS とは P 型と N 型の MOS ェットをデジタル回路、論理回路の論理ゲート等で双方的に利用する回路方式、論理方式、及びそのような電子回路や IC のことである。また、そこから派生した技的に多くの要例が見られる。その他の要例参照。 P チャンネルと N チャンネルのモスフェットを双方的に利用する。最も基本的な論理ゲートであるノットゲート、論理反転を渦に示す。この回路において VDD と VSS は電源線。VDD は VSS に対して3から 15V 程度の電位差を持つで A が入力信号線である。VDD 側、頭中上がプモスフェットであり VSS 側、 図中下側ガンモスフェットである。AA が VSS と同じ電位を持つとき、上のフェットがオンになり、下のフェットがオフになる。このため、出力9の電位は VDD とほぼ等しくなる。また、AA が VDD と同じ電位を持つとき、上のフェットがオフになり、下のフェットがオンになる。このため、出力9の電位は VSS とほぼ等しくなる。つまり、 A と反対の電位が急にに現れることになる。こな TTL や MOS や PMOS のように片方だけを利用する方式では常に回路に電流が流れ続けるのに対し CMOS では論理が反転する際に MOS ヘッドのゲートを飽和させるあるいは飽和状態のゲートから電荷を引き抜くための電流しか流れないため消費電力の少ない論理回路を実現できるさらに 微細化することにより、単一のモスフェットをスイッチングさせるのに要する、電力量を減少させることができる。これにより、集積度を向上させるだけで、高速化と消費電力の低減も同時に得られる、デナード則。ムーアの法則も参照。電力消費の大半は、スイッチングの際に行われるため、回路設計時に、スイッチング回数を減らす工夫をすることでも、消費電力の削減ができる。 しかし、商用マイクロプロセッサの生産に使われる最先端の集積回路プロセスでは、21世紀に入った頃から、微細化による漏れ電流の増加による、非スイッチング時の消費電力の上昇により、前述の消費電力の低減がキャンセルされ、さらには、そちらの消費電力の上昇の方が、支配的になってしまっている、いわゆる、ムーアの法則の限界として知られる現象の一つ。 過去には CMOS は MOSFET のゲートを飽和させる状態まで電流を流し続けなければスイッチングが行われないため TTL や MOS と比較し動作が遅いという弱点があった。しかし微細化によるゲート容量の低下と VDDVSS の低減、さらにはゲート油電体の変更によってこの欠点は克服されている。 t t l に比べて入力インピーダンスが非常に高いため入力端子に静電気が蓄積しやすい。また、MOSFET の構造自体が高電圧に対して非常にデリケート入力ゲートの絶縁層が放電によって破入れると回復不能となるであるため静電気による破損が起きやすい。そのため通常 静電気による破損を防ぐためのクランプダイオードなどの保護回路が設けられているが、近年の集積回路の微細化によって、静電耐性の低下と静電保護対象の入力端子の増加が問題となっている。MOSFET の動作領域における直流伝達特性は、線形領域における出力電圧が入力電圧にほぼ等しいのに対して、飽和領域における出力電圧は、 ゲート電圧から VTH、式地電圧を引いた値となる。P モスフェットが飽和領域の時 N モスフェットは線形領域であり、N モスフェットが飽和領域の時 P モスフェットは線形領域であることより、C モスの動作領域のほとんどを線形領域とすることができる。C モス構造にすると出力電圧範囲は電源電圧範囲におおむね等しくなる。 入力信号の式位置は H の時と L の時で対象となるので、論理回路設計が、不論理でも、正論理でも、電気的な特性に違いがなくな論理設計の自由度が増す。同時に、電源電圧、動作電圧の許容範囲も広くなり、電気的な設計をしやすくなる。CMOS は、電源電圧を低くすると消費電力が少なくなる。反面。 伝達遅延時間が大きくなる性質を持つ。これは単純な上さんや生事へ開閉さんを人間のキー操作速度に合わせて行えばよく消費力は抑えたい伝達などには持ってこいである。一方でその動作の遅さが嫌われるような、例えば過去には性能第一のスーパーコンピュータやメインフレームはピクルが使われていた。しかし、 拡大するパーソナルコンピュータ市場による後押しによって微細化が進み、低電圧動作と高速化の両立が図られたことと、集積度の向上や必要な冷却能力の緩和によるトータルコストの過働の要因によって、コストパフォーマンス的にもいくるお量がするようになり、今日ではメインフレーム、さらにはスーパーコンピュータ向けマイクロプロセッサ市場でも CMOS が主流となって、 また、同じような理由で、半導体メモリなどをはじめとするロジック IC も、ほとんどが CMOS 構造で製造されており、近年は商用量電源回路、アナログデジタル変換回路、デジタルアナログ変換回路等を含むものまで、製作されるようになっている。CMOS 構造では、P 型半導体と N 型半導体が共存するので、規制素子、規制ダイオード、 規制サイリスタなどが生じてしまう。このため、何らかの原因で、電源電圧範囲を、入力電圧が外れると、モスフェットがオンのままとなる、ラッチアップ現象が発生する。このため、一瞬でも、電源電圧範囲を超える、可能性がある、入力端子には、ダイオードなどによる、保護回路を設ける必要がある。なお、これらの保護回路を内蔵した IC も存在する、入力トレラント機能、 入力電圧を H と L の中間にすると、本来両方が同時にオン状態になってはいけない電源側と設置側の両方のモスフェットがオンになってしまうかもしれない。電源電圧とモスフェットのスレッシュショルドによる。これにより、最悪の場合電源が設置にショートした格好となり、大電流、貫通電流が流れる。この時発生する熱によって、 自身が破損してしまうことも多い。このため、入力として使わない。論理的には、どこにも接続する必要がない。入力端子は、電位を不定にして、そのようなことを起こす。可能性がないように、H か L に固定して、電位を安定させる必要がある。反用ロジック IC、標準ロジック IC の一群として、CMOS で実装された IC のシリーズがある。 この節ではそれらについて説明する。初のシリーズ製品は1968年に RCA から発売された4000シリーズ、CD4000 シリーズだが、既存の74シリーズをベースとしたピン配列などに互換性がある 74HC シリーズがメジャーである。4000シリーズは、基本的なゲート回路においてさえ、既存の TTL の標準ロジック IC と、 ピン配置等が異なったものであるなど置き換えを考慮した設計ではなかった。それでも多くの会社からセカンドソースが売り出された。4000シリーズの時代にはすでに TTL 標準ロジック IC で設計された基板が多数開発されていたことと TTL 標準ロジック IC は量産による低価格化が進んでいたことから CMOS 標準ロジック IC は低消費電力や 許容幅の広い電源電圧などの CMOS の特性が活かされる用途に使われるのみにとどまった。しかし、互換品配置等、電気的な設計にもよるが TTL との置き換えが可能な 74HC シリーズ、74シリーズと互換性のあるハイスピード CMOS を表すが出現し、さらに 74HCT、ハイスピード CMOSTTL コンパチブルや74、 アクトのように入力信号の電位条件が TTL 互換であり TTL と直接接続できるタイプが出現するに至った。これにより CMOS 標準ロジックは一気に普及し価格も下落したため現在では TTL 標準ロジック IC よりも多く用いられるようになった。VDD、電源電圧、TTL 回路の関連に倣い VCC と記述されることもある。 個体撮像素子の一種である CMOS イメージセンサを単に CMOS という場合がある。個体撮像素子としては、従来はほぼ CCD イメージセンサが使われてきたが、近年は CMOS イメージセンサも多用されつつある。パソコンやワークステーションなどの利用者の間では、BIOS の現在時刻やハードウェア設定情報などを保持するための不揮発性メモリ、またはそのメモリに保持されている。 データそのものを指し、単に CMOS と呼ぶこともある。例えば、マザーボードが起動しなくなったときは CMOS をクリアする、などと使う、不揮発性メモリンベレムも参照。これは PC、PC-AT 互換機の分野からの監修で、IBM PC シリーズで初めて、リアルタイムクロック IC、RTC が搭載された PC、PC-AT のモトローラ製。 RTGIC である MC146818 に由来する。BIOS の設定は、この IC の内蔵 SRM に記憶していた。この IC は、電源切断時もボタン型電池などによるバッテリーバックアップで動作し続けられる。要、消費電力を低減する必要があったため、時計や電卓などの極小電力機器以外では、 当時まだ珍しかった CMOS プロセスで製造されていたことから MC146818 自体が CMOS と呼ばれるようになった。さらにこれが転じて BIOS の情報を記憶するメモリのことを CMOS と呼ぶようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。